社会保障制度についてですね、ちょっと成田さんがこうした、提案をしています。高齢者は老害化する前に集団自決集団切腹みたいなことをすればいいと。最強のこれクールジャパン政策になるし、まあ、老人化と経済成長は実はあまり関係ないところにあると。さっきおっしゃった資本主義とその国家体制とは実はこう違うところにあるんだというようなことにもつながるかと思うんですが、まあ、単純に普通の言葉で言えば世代交代みたいな話をなんかもっともっと真剣に考えた方がいいんじゃないかなっていう気がして、やっぱりなんか僕驚くのは、なんか日本で例えばメディアテレビとか政治の世界とか経済の世界とかなんか偉い人たちとかと話すと、ちょっとコミュニケーションも厳しいっていう人すごい多いなっていう感じで、あの耳も遠いし滑舌も悪すぎて何言ってるんだかわからないっていう人と会う率が結構高いんですよ。別に全然それ自体は人間としてまずくもなんともないんですけど、ご高齢でコミュニケーションが例えば全然まずい人が普通に面接とかに来たら多分落とされちゃうじゃないですか。だけどそれと同じような感じの人たちが普通にものすごく偉いポジションにつき続けて、でしかもなんか僕たちもそれはしょうがないことって、そういう国なんだっていうふうに認めちゃってる気がして、諦め始めちゃってるような気がするんですよね。ちょっともう一度それの異常さに直面する、でなんかそういうちょっと やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうか、あの心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思ってて、はい、一番やばいと思うのはその老人たちじゃなくて、むしろその老人たちの周りを囲んでる人たちとか僕たちとかが結構表面上その人たちを尊敬しているような雰囲気を醸し出すっていう癖がものすごくあって、その技術がすごい高いと思うんですよ。でちょっとそれをやめて、あの堀江さんのように怖い雰囲気を醸し出して 1ミリも尊敬してないかのような雰囲気をみんなが醸し出すようになると、やっぱ誰しも周りに必要とされてない感をガンガン出されると辛いもんだと思うんで、少し世代交代につながるんじゃないかなとかっていうのをちょっと最近思ってました。でトヨタホンダができてきた背景というのは、戦後その、公職追放で上の世代の人たちがさっきの腹切り状態になりましたね。で腹切り状態ともう一個あったんですよ。でこれは GHQ の占領政策で航空機の製造が禁止されたっていうのがあったんですよ。当時実は航空機産業ってめちゃくちゃ技術革新の時代を迎えていて、レシプロエンジンからジェットエンジンへのちょうど歴史的転換期だったんです。でそこで日本は航空機の製造を禁止されたんで、以来まともな、それは日本が再び軍国化しないように、そうですそうです、なんですけど航空機産業はそれで壊滅したんです。でその人たちが人材がとリソースが全て自動車産業に行ったから、選択と集中ができたんだと思うんですよね。だから選択と集中ができたから、日本という国は航空機産業自動車産業両方ともドンできる国で、そこまでの国力はないはずですよ。その人間も資本もそうですけど、両面作戦で行ってたら世界一はなれなかったと思いますけどね。僕は両面作戦じゃなくてそれは偶然ですね。偶然戦争に負けちゃったから、その自動車に行かざるを得なかった、自動車と電気ですかねに行っちゃって、上の世代がドンっていなくなったっていう、このなんか3つぐらいのラッキーが重なったら、条件をだから絞れば1億2000万人とそれだけの資本力人的リソースがあるので世界一のものは作れますよ。あまり相場な的にならなければ日本も全然いけると思います。それはできますよ。できますが、あともう一つあるのは、日本ってみんな資源がないとか言ってんだけど豊かな自然があるんですよ。やっぱそれだけで、僕の田舎の、僕は福岡県八女市ってところの出身なんですが、僕みたいなガツガツした人はほとんどいなくて、みんな田舎でのんびり暮らしてるんですよ。でそれで満足なんですよ。そういう人たち、なんか南国の一子は働かないとか言うじゃないですか。フルーツ食ってたらなんか満足するからとか言うんだけど、南国の国発展しないですか、うん、でも日本って適度に自然環境良くて割とそこそこ真面目に働いてたら田舎で豊かに暮らせるからっていうのもあると思う、うん、で人材はなぜかそうやって地方から常に供給され続けるんですよ。たまに田舎にいるガツガツ遺伝子がビュンって出てきて、そいつらが東京に供給されるみたいなことがずっと続いてきてるんだと思いますよ、と僕は思いました。なんか専門とかはじゃあないんですか？僕ですか？うん、僕は。あ、堀江さんですか？いやいや、あの、成田さん。いや、僕は一応あるにはあって、研究者としては結構固いことをやってるんですよ。何研究してるんですか？最近は。ざっくり言うと、なんか世の中のビジネスとか施策みたいなのが、ちゃんと効いてるか効果測るとか、うん、
未来に向けてデザインするみたいなのを、うん、データとかアルゴリズムとかを使ってやるみたいな、あなんか社会科学とコンピューターサイエンスの合いの子みたいなことやってるんですよ。だから最近やったのだと、例えばあのコロナで、はい、日本もアメリカも病院に金つぎ込みまくったじゃないですか。はい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 、で数兆円からなんか数十兆円ぐらいつぎ込んでるんですよ、うん、で名目は病院がコロナ病床を作ってコロナ患者ちゃんと受け入れられるのを助けるって名目だったんですよね、うん、でじゃあそれが本当にその目標が達成できたのかを調べるとかっていうのをやったりして、うんうん、でいろいろ調べてみると、あの日本でも、まあ、特にアメリカは全く効果がなかったっぽくて、うん、単純に政府がお金流し込んで、うん、病院の銀行口座の残高が潤って、うん、でコロナ病床もほぼ全く増えず、うん、で患者受け入れも全く増えず、うん、単なる病院補助金だったっていう、うんうんうん、まあ、そういうのを示したりするっていうような、うん、結構地味で真面目なことだった。でそれやるとなんかいいことあるんですか？効果がない政策が分かるっていう良さはありますよね。